どうも、スーパーナチュラルファミリーです。今日はマレーシアで最近発表された MCO 3.0 についての話をしていきましょう。スーパーナチュラルファミリー、早速ですが、 MCO って何ですか？ MCO というのはムーブメントコントロールオーダーのことですね。ムーブメントコントロールオーダーって何ですか？活動制限令のことです。マレーシアのね、コロナ対策の現状といえば、まずは何よりもこのマイセジャテラですね。まずマレーシアに来たら絶対このアプリをスマホに入れて、いつでも QR コードを読めるようにしておかないと、どんなところにも入ることはできません。お店だったり、施設だったり、もちろんモールの入り口だったりっていうところにこの QR コードは絶対設置されてて、このマイセジャテラというアプリを通してその QR コードを読み取って自分の行動歴というのをログしていくっていうのが必要になってきます。でこれをしてないともちろん入ることはできませんし、最終的に SOP 違反ということで罰金になったりする可能性があります。であとはマスクは絶対に必要ですし、どっか施設に入るときは検温も必要になってきます。そして、必ずですね、セキュリティの人がいて、前世照らしたかどうかっていうのと、マスクしているか、体温ちゃんと測ってるか、37.5 度以下は入れないので、それ以下であるかどうかっていうのを確認されます、必ず。で、定期的にサニタイズも必要ですし、施設の消毒っていうのも行っていますね。だからその辺は、やっぱりアプリがあるので、日本よりもより細かくチェックされてるなっていう感じはすごいしますし、コロナ対策やってるな感はすごい出てます。で今回 MCO 3.0 ということで、その名の通り3回目の MCO なんですけれども、 MCO っていうのは活動制限令の中でも一番厳しいやつで、その他にも RMCO と CMCO というものがあるんですが、 MCO っていうのは一番厳しいやつで、でこのクアラルンプール州は MCO になるのが今回3回目。私たちが渡航した12月から数えて2回目の MCO を体験しているという感じになっています。日本でも緊急事態宣言とか出されていると思うんですが、 MCO っていうのがより法的な効力を持っているものになるので、 MCO を発令された州はこういったルールを守らなければいけませんという SOP というものがですね、細かく設定されているんで、それを違反してしまうと罰金という感じになってます。で罰金が最大1万リンギットなんですけれども、結構やばいですよね。で MCO になっている地域とそうでない地域というのがもちろんあるんですけれども、期間は5月の7日から20日までですけれども、もしかしたら延長するかもしれません。だいたい毎回延長してるんですよね。MCO で制限されていることって何ですか？まず州またぎの移動はできません。クアラルンプール州から別の州に行くことはできません。でさらに今回 3.0 においては地域間の移動もできないということなので、細かくは SOP 記載している親切なサイトがいろいろあるので、そちら参考にしていただければいいと思うんですけれども、一番は何よりもあれですね、店内の飲食が禁止になっているということですね。これがダイレクトに今一番効いてますね。であとはグラブフードもいつもよりもオーダーできなくなる時間が早い気がします。あとオーダーできるお店も限られていますね。あとは娯楽施設の閉鎖、映画館とかですね。美容院はカットのみで、シャンプーとかなし。スパ、ネイルサロン、リフレクソロジーも営業禁止です。であとは非接触スポーツはできるけれども、ジョギングとかですね、ジョギングとか接触型のスポーツとかそういったものは禁止されています。あとはプールも不可です。で我々が一番初め経験した MCO 2.0 グラブに乗る時も上限が2人までだったりですとか、我々3人家族の場合、2人で行動するっていうことが結構難しいんですよね。例えば買い物に行く時に私と子供で行って何かを買って戻ってくるっていうのを仮にグラブでやろうとすると、大変なんですよ。荷物持ってベビーカーをしてイー君連れて、かといって一人で買い物に行くっていうのも大変。製品が結構でかいものが多いので一人で持って帰ってこようとすると大変なんですよね。なんでグラブのその2人制限というのは結構厳しかったです。一方で今回その MCO 3.0 ではグラブのその乗車人数の制限っていうのはなくなって、普通にグラブに乗って出かけることはできるんですけれども、いずれにしてもその店内飲食禁止だったり、あと今回そのハイドっていうなんかその AI を使ったシステムによって、特に感染リスクの高い施設、店舗などは
一時的に閉鎖命令というのが出てて、3日間なんか営業ができないみたいな状況になっているみたいなんですね。で、先ほど言ったその娯楽施設というものに、まあ、屋内プレイグラウンドっていうのも含まれるんですけれども、屋内プレイグラウンドはイー君がすごい好きで、すごい何回も屋内の滑り台行きたいみたいな感じですごい行ってきたんですけど、残念ながら MCO になったことによって行けなくなっちゃったので、イー君には申し訳ないんですけれども、もうちょっと待っていただかないといけないという、言っとけばよかったですね、 MCO になる前に。まあ、あとはマレーシアに移住してから当然一度も遠出はできていないです。10キロ以上の移動ができなかったりするので。日本と比べて COVID-19 の状況どうなのかと言いますと、この MCO みたいに日本よりも法的効力を持った制限令というのは出しつつも、結局新規感染者の数でいうと5月8日とかは例えば4519人の新規感染者がマレーシア国内全体でありました。その時日本では7251人で、マレーシアの人口が3195万人に対して日本が1億2000万人ぐらいなので、まあ、大体4倍ぐらいの差がある中でその感染者数の差なので、やっぱり人口比率でいうと感染者数すごいマレーシア多いですよね。 MCO みたいな厳しい活動制限令が出てしまっても仕方ないんですかね。ただその MCO によって一時的に抑え込むことはできるんですけれども、結局それが開けるとまたその反動でバーってその人の活動が激しくなってまた感染者数が増えるみたいな感じになるんで、結局こういうのを繰り返して、果たしてそれが収束に向かっているのかっていうと何とも言えないですね。まあ、ワクチン接種、そうワクチンの接種がマレーシアでももう始まっているので、可能な限り全国民にそのワクチン接種が行き渡るまでの時間稼ぎとしては有効なのかもしれないんですけれども、その活動制限令だけではその根本的な解決には至ってないっていうのは、日本の緊急事態宣言とも、まあ、同じような感じですよね結局。ところでそのワクチン接種なんですけれども、実は、マレーシアにおいては外国人も含めて全員が無償で受けることができるみたいなんですよね。申し込みがこのマイステージャテラというアプリを通して行えるようになっていて、ちょっとまだ私たちは行ってないんですけれども、ちょっとワクチン接種するかどうかっていうのもまだ検討段階だったりするんですが、実は結構ビビってて、まあ、でも無料で受けれるっていうのはすごいですよね。早く検討しないといけないですね。それは分かってるんですけども、なかなかちょっとまだ検討してます。仕事への影響は意外なほどあるようでないです。在宅ワークか出社かっていうのは選べるんですけれども、今のところ私は出社を選んでます。家で仕事するっていうのは結構大変だったりするじゃないですか、子供がいる場合で。私やっぱりそのまだ仕事を始めたてだったりしてるので、出社して仕事をするっていうのは選んでいます。で、コロナの影響ですぐ首切られるんじゃないかみたいなのとか、まあ、懸念したりするじゃないですか。でも今のところその感じはないのでちょっと安心してます。まあ、分かんないですけどね、そればっかりは。会社の業績自体がコロナによってどうみたいな詳しい話は今ちょっとできないんですけれども、まあ、日頃仕事している上でそのコロナの影響っていうのはあまり感じてないです。というかそのコロナの前の状況がわからないので比べようがないといった方が正しいですかね。保育園について、保育園はですね MCO 下でも保育園に通うことができます。やってくれてるんですね、ありがたい。地域を越えて園に通う場合は保証が必要になるんですけれども、我々は近所の保育園なのでその必要はございません。小学校とかはオンラインとかにね切り替わっていたりするみたいなんですけれども、保育園はそんなことはないです。ちゃんと預けさせてもらえてます。まあ、結論 MCO3.0 何が厄介かというと、やっぱりこのハイドシステムによる緊急的な施設の閉鎖でしたね。今日そのインターマークモールにっていうのとスリア KLCC っていうのがまあ近くにあるので行ったんですけど、それどちらもやってなくて、でスーパーがやってなかったんで昼ご飯も買えなければ、家の冷蔵庫の中に何もなかったんで、ちょうど買おうと思ってた食材、牛乳とかパンとかそれ以外のもろもろとか卵とかも含めてですね、いろいろ買えなかったんで、これ昼飯も食えなければ夜ご飯もなければ明日の朝ご飯もないぞっていう状況になって
ったんで、近くにまたリンクっていう別のモールがあるんですけれども、まあ、近かったんで行ってみました。そしたらまあたまたま空いていたので、まあ、リンクの中のビッグっていうスーパーがやっていたことで買い物できました。あと中のいくつかのフードのお店もやっていたので、お昼ご飯も買うことはできました。ただやっぱりですね、そうやって緊急的に3日間営業停止します、閉鎖しますっていうのが起きたりすると、わざわざグラブ乗って出かけましたってなってそれかいっていうのは結構ね厳しいですね。そう、コラグ施設でこれもやってないので、キンキンでイー君の誕生日だったので、それに向けていろいろこうプランを練ってたんですけれども、それも全部もう一回考え直さないといけなくなりました。その1日のその誕生日のプランの中に屋内プレイグラウンドに行くぞっていうのを考えてたんですけれども、もちろんそれもできなくなりましたし、店内飲食ができないので行ってみた方はそこでご飯食べようみたいなのとかももちろんできないですしね、いろいろ影響がありましたね。というわけで MCO 3.0 日本よりもいろいろ厳しくはやってるよっていうマレーシアのそういった現状をお伝えしました。ママは戻ってきませんでした。というわけでバイバーイ、またね。こんなに喋ったの初めてなんじゃないですかね。ガリ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 、チャンネル登録よろしくお願いします。Please subscribe.